なんか最近その曲歌いながら苦しくなったり楽しくなったり、なんか命の意味とかもね。そう、摩天楼の距離歌ってるとね、ん？摩天楼まで、あ、合ってるな、名前摩天楼 摩天楼とか歌ってると、都会に憧れたってところで、なんかすごいデビュー当時の自分を思い出すというか、すごいね、歌詞が素敵だからなのかな。そう、そうですね、最近の公演はそういうこともよりあって楽しいですね。あとね、摩天楼の距離ね、歌詞見ててね、気づいたことがあるんですよ。1番のね、歌詞はなんか結構希望に満ち溢れた歌じゃん。ダンサーになりたい子が都会に憧れて、そう、ステージに立ちたい女の子の話なんですけど、2番はね、空港とかけて、なんか空港にね、でね、夢を失って帰る人と夢を持って、まあ、空港、いろんな人がいるみたいな、そういうのが2番に書いてあるんだけど、その歌詞がね、また素敵だなって改めて思う。しかもね、なんか人の運の出し入れって書いてあるので、運っていうのが運命の運ってあるんだけど、そう、その運っていう字なの。なんか荷物の、荷物って意味にも取れるけど、なんか自分の運っていう方にも取れて。ね、いろいろかけてあってね、面白いのよね。そう、朝のターミナルはっていう、人の運の出し入れっていう。そう、ね、すごい素敵だよね。そう、運命の運なんですよ、字が。私空港って思っちゃったんだよね、摩天楼聞いて。でもこれは人によるかも。バスターミナル、本当はバスターミナル、空港って思っちゃった。でもなんかそういう駅でもありだと思うし、ね、交通手段で使われる場所を想像するな。なんかそう、運搬の運でもあり、そう、運命の運でもあり、なんかいろんなものにかけれるから面白いなって思ったっていう気づき、結構前の気づき。あ、本当だ。ああ、走る長距離バス目指すニューヨークシティってあるわ。でも2番歌うときいつも空港を思い浮かべちゃうんだよね。自分と重ねちゃうのかもしれない、もしかしたら。そう、多分自分と重ねて空港を思い浮かべちゃう。長距離バス乗ったことないもんな、私多分まず。あー、確かにバスの方が回ってるのか。そう、使うのよ、空港。空港の方がね、よく使ってたので。でもなんかまだ駆け出しの頃ってやっぱバスターミナルなんだろうなっては思う。え、うん、しんどいよバス絶対
そう、まあそんな感じでね、気づきがあったな。まあ2番が好きってことですね。そう、愛しさのアクセルも2番の歌詞が好きで、そう、きっと本音は違うことってところがね、苦しくなるよね。素直になれないみたいな。ええ、ゆいはんさん研究生時代バス使ってたんだ、びっくりだ。ね、おだ、だからおだいりの言うことすごくわかります。そう、すごいわかる。そう、と本音は違うこと、ね、ナビの先の未来の、なんかこれもなんかかけてある歌詞多いなって思う、目撃しちゃって。そう、愛しさのアクセルもね、車と恋愛がかけてあるじゃん。そうね、うん、ナビの先の未来の道とか、なんかそう、もっと素直だったらなんかね、幸せな未来があったんだろうけど、素直になれなくて見え張っちゃって、結果ね、別れる方に行っちゃったんだよねっていうね。本当に愛しさのアクセルってなんか悲しい。あ、でも愛しさのアクセルをもっと踏み込んで、思い出を振り切るスピードで、愛しさのアクセルをなたかげん敷いてるってところは、ファンの方に向かって思い切り歌ってる朝か、伝わったらいいな。そう、そう、これ以上愛しちゃいけないと、どこかセーブするのは、嘘をつく行きたくないから。そう、ファンの方に、まあ、加減してない方も多いと思うんですけど、もっともっと好きになってねっていう意味を込めて。そう、あそこはすごい、なんか振りもね、そうやってなんかファンの方を挑発するというか、そういう振り付けになってるんですよ。だから剣でね、切って切って刺してファンの方に向か、ファンの方に向かって切って切って刺して、でファンの方見ながらずっと剣やってるから、そうそう、切って切って刺してるので、あそこな届いてたらいいな。うん、あの剣、ライトセーバー、ライトセーバーって言っていいのかな、うん、あの曲の中で3回ぐらい切ってるね。でもあれ自分の心を切ってるとも思ってる。なんかあれ切る分自分も切られてるというか、心が、なんかそういう感覚でやってますね。なんかファンの方を痛めつける分自分にも来るというか、そういう感じ。なんか愛しさのアクセルの中で今んところ、うん、愛しさのアクセルでは今んところなんかそれ以外見つかってないんですよ。うん、愛しさのアクセルはそうかな。相手を責めれば責めるほど自分が苦しくなるというか、そういう感じに思ってる。
あ、歌の話ね。全然プライベートはそんなことないです。全然普通の時は全然そんなことない。そう、年下のアクセルの時はね、そうだね、そうやってるね。そう、歌の話ですよ皆さん。 本当に歌の話です。そんなね、 MC とかでもそんな私じゃないし、普通の私はそうじゃないから大丈夫だよ。今来たって。今来たアクセル緊張してたかなーって。してたのかなー。でもなんかすごいスタッフさんが支えてくれてたよ。なんかもうリハ通りあればできますからって、そうギリギリまで言ってもらってステージに立ちました。とにかく無事できて。でライトセーバーの身長制限はなくなったんじゃない？わかんない。ね、私でもなんか前もいきゅんさんが言ってたこと聞いたことなくて、もいきゅんさんに聞いて、そう身長制限があったみたいな。そう使ってますね。普通にのびのびと使えてます。あ、高さは大丈夫なんですけど、高さは大丈夫なんですけど、あ、そう、セリが多分今上がらないからかな。高さは大丈夫なんですけど、てかまずセリ上がんなくない？あの楽曲。そう。で、高さは大丈夫なんですけど、横にマックスで伸ばした時に後ろの壁に当たっちゃうんですよ。あの回るやつ。 開いたり閉じたりする後ろの壁に当たっちゃうから、それ毎回気をつけてるな。そんくらい、あとは大丈夫。そう、高さよりも横がねえ足りない。なんか上下の方に伸ばす分にはいいんですけど、あのライトセーバーを伸ばしたまま一周回る時が後ろのあの回転する壁にバーンって当たっちゃうから大変。ね、でも前に出たら前に出たでファンの方に刺しちゃいそうで気をつけないといけない。まあ今度いつ公演あるのかね、また告知され次第私も伝えますね、皆さんに何日出演するよみたいな。でももうね、次のね、出演する日はね、知ってます。そう。ぜひ、劇場、ね、皆さんお待ちしてます。まだ発表されてないから、発表されたら言えるかなって感じ。
公園出ることね、増えると思う。今は多分ね、そう、同じポジションの子が、そう、舞台とかね、マナカとかね、そう、そういう感じで、なんか私が舞台出演してた時はみおんさんとかマナカちゃんがめちゃめちゃ出てくれてたんですよ、公演。そう、ずっと出てくれてて、だからお互い本当にね、忙しい時 だからいい感じだよね今。はい、ちゃんと。だから今は2人が忙しいから、今は私が出てます。ギブアンドテイクっていうの、こういうやつ、そうそう、カバーし合ってます。ね、エイト公演も早くね、出てほしいよね。チームワーク、チームワーク。私ね、ポジション他には覚えてない、チーム A は。だね、覚えてないですね。なんかこれまでだってさ、チーム A 公演で私のアンダーもまずそこまで、そう、いなくて、ほぼほぼのんのんがやってくれてたかな、お前。そう、16人編成の時もなんかね、アンダーとか特に私あんまなくて、基本私が出てたし、今もなんか、そうだからね、他の何、だから他のポジションやる機会がなかなかないんですよ。そう、そう、多分なんか私のポジションを他の子が覚えてたら、私がまあ他の空いたポジションに回ることもあったのかもだけど、そう、そういうこともなくでした。かんなにやってみたい。私ずっとユニットとか踊ってるの。だから腕を組んでとかやってみたい。あの曲ね、すごい好き。切ないよね。そう。でもサボテンとゴールドラ、あ、でも星の向こう側出てみたい。あの曲本当に好きです。AKB0048 っていうアニメのやつでね、ヒロインと言ったらいいのか、めちゃめちゃヒットして、チエリさんっていう、チエリだっけ、あったっけ名前。そうでね、めっちゃ大金持ち、お父さん、そう、お父さんがね、そう、ドアの向こうにいて仕事してるんだけど、そう、そのね、扉越しでね、あの星の向こう側を歌うわけですよ、涙流しながら。そうで、お父さんがその自分の娘ね、まあ反対してるんですよ、アイドル活動を。でもその娘の歌聞いて、あ、チェリーすごいよってなってた時に、その後すぐなんかバンって打たれて、そう、亡くなっちゃうっていうシーンなんだけど、でもあの名シーンをね、思い出すの。だからね、いつか歌ってみたい、あの曲好き。ね、そう、感動の再会だったのにっていうところなんですよ。でもすごくいいシーンで涙もんです、あれは。そう、しかもちっちゃい頃も、ちっちゃい頃とね重なってて、そのシーンが、そのチエリがちっちゃかった頃もそういう場面があったんですよ。だからそれと
それでまた成長したそのチエリが歌ってるっていうのがまたね泣けるんですよね。そう、ちっちゃい頃もドア越しになんかお父さんの仕事終わるの待ってて、でドアの前で寝ちゃって、でお父さんがねベッドまで運んでくれるみたいな、そういうシーンも挟みつつ、ちっちゃい頃の挟みつつ今の成長した、そう、そのチエリさんがドアの向こうで間違いなく待っているよ、目を伏せててもって歌ってんの。拒絶しているのじゃなく不器用なだけでずっとね歌ってるの、アカペラで。すごくね涙な泣けるやつ、本当に。めっちゃいいの。今日星の向こう側歌おう、あるかな。でも音がすごい高いしさ、音程が大変そうって思うけど、歌っちゃおうかな。もう今日はね手紙ね届いてなかったよね。多分昨日届いたやつ、昨日じゃない、2日前届いたやつかな。星なんか記号だよね。星の あったよ。あったあった。ね、歌ってみよう。星の向こう側に映してしもうたかもしれ、あ、でもある気もする。どうかな、どうかな、どうかな。なんかマスクつけてなかった時が懐かしいね。こう見てるとマスクつけてなかったもんな。もう今はねつけないとね、感染予防しないとだからね。懐かしいな、なんか。あれ？私行ったよね。いつ行ったっけ？いつ行ったっけ？あ、映しちゃってる説浮上。映しちゃってる可能性大ですね、これは。あ、うん、映してると思う。映しちゃってる。映しちゃってた。結構前、3年ぐらい前。あ、そんな前じゃない？ 2 年前？ 1 年前ぐらい？あれ？ 1 年前ってもうあれやったよね。PC じゃなくてね、なんか PC じゃないのよ、入れてるやつが。そう、ごめんね。でもめっちゃ可愛いシンプルなやつです。なんかシルバーでね、そう、虎と写真撮った時じゃない、うん、あれは違う時です。え、でも多分私あげてると思う、ネットっていうかなんかに。明日アミュータイって調べたら出てくるかな。明日アミュー上げてそうなんだがね。でも時期的にはこの時期、この時期です。あ、そうそう、この時期なんかこういうキラキラした衣装着てた、この時期。全然わかんないね。全然わかんなかったわ。
でも大切に持ってますね。あ、そう、これこれ、こういう衣装着てステージ立ってた時意外と出てくるね。タイ、タイだよ、タイ。タイ本当たくさん行ったよね。私だって本当 AKB 入ってないと海外行く機会なかったと思うんだよね。おかげでなんかいろんなことを学びました。本当に懐かしい懐かしい。あ、そうそう、ネモースの企画もやった時です。そうそう、その時その時ジャパンエキスポさんに出演させていただいた時ですね。うん、やっぱアジアは行く機会が多かったな。うん、嬉しかった。毎年夏絶対海外行ってたもん。夏とか秋らへん。そうだね、そうだ、タイメイクしたらへんかも。あー、そうだ、確かに。いや、あん時じゃないわ、違うわ。うん、違うけど、まあ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 、なんか混乱するね。うん、毎回お土産大変じゃないのって。なんかそれこそお土産とかはいろんな人に聞いて、そう、これがいいよって聞いて買って帰って。なあ、うん、マーケットとか行った。そうでね、なんか服買ったりとか。そう、私何ちっちゃい子に服買ったな。そう、いとこちゃんいるからさ、いとこちゃんに服買った。めっちゃ可愛い服あって、でもちょっとかわ、私はすごい可愛いなと思って買って帰ったんだけど、けどなんか着たところ全然一回見たことない。でもめっちゃ可愛いよ、めっちゃ可愛いんだけど、そう、多分着てくれてない。てかまずサイズが大きかったらしい。そうそう、いとこ2号ちゃん。あとね、あのいとこ1号にも2人にセットで買ってあげたんですよ。そう、私はすごい可愛いと思ったんだけどさ、そう、着てるところ一回見たことない。まあ着る機会がないのかなっていうのもある。そう、なんかやっぱ日本とねテンション感が違うじゃん、服装の。そう、だから真夏じゃないとやっぱなかなか着れない服だったから。確かに、そういとこちゃん2人いるんでね。いとこ3号はねまだだな。いつかねできるみたいに言っちゃってるけどね、まあ、いとこ2号までですね。
あ、そう、お祭りとか、なんかプール行くときに着る、海に行くときに着るような服装ですね。めっちゃ可愛かったの、そこ。自分のも買いたかったけど、自分の我慢していとこ2人の買った。そう、なんか人にね、貢ぎ癖あるなって思う、本当に。なんか自分よりも、そう、人の方が、なんだろうな、一つ一つの値段とかね、高めに設定して買っちゃう、ついつい。ね、そうそう、友達のタンプレとか。あ、値切る交渉ね。あ、文化としてすごいよね。日本ってあんまないじゃん、そういうの。そう、なんかめっちゃさ、いや個人的に値切るのはなかなかできなかったけど、やってる人見たのよ、すごかった。 すごい、なんかもう口喧嘩みたいになってたもん。いや、すごいなと思って、面白いなと思いながら。あ、メンバーじゃなくて、あの現地の人で、そう、値切ってる人いて。なんかこれでいいでしょみたいな感じで、なんかずっとその言い合いしてた、めっちゃ。 なんかこの3つで同様的な感じで、私全然言葉わからないから。そう、でもなんか動き的に、なんか、あ、値切ってるのかなって思って見てた。ね、まあそれも含めて楽しさなのかなって思った、マーケットのね。そう、ディスカウントプリーズ。 あ、でもね、おまけしてくれた、服2つ買った時、あの可愛いって思った服、いとこちゃんの服買った時はね、おまけしてくれたんだよね。 そう、あと何円しかないんだみたいな感じで 言ったら、あ、オーケーオーケーって言ってくれたから、もう Thank you みたいな感じで言ったな。うん、優しい人だったよ。楽しかった、楽しい。そう、海外のね、雰囲気好きだな。そう、また違ってね、なんか。そう、今日本当に間に合ってよかった、遅刻するかと思った。屋台のご飯はね、いや本当になんかね、かわいいお菓子とかあったよ。なんかりんちゃんがずっとなんか気になってたお菓子とかね、ネモステレビさんでは行ったんだけど、そう、なんか、なんて言ったらいいのかな、あれ、なんかね、表すのが難しいんだけど、難しいなら、なんて言ってん、クレープの表面がもっとカリカリしたバージョンみたいな感じの中に、なんかホイップに、なんか黄色いね、あれ何なんだろうな、まあ甘めな、そう、錦糸卵みたいな。 そう、日本でいう、そう、細く、なんかパラパラに細く切られたやつが乗ってて、なんか見た目がすごい映えなね、そう、お菓子があって、焼き菓子ですね、焼き菓子です。
そういう屋台があったりとか、あとは飲み物だとかね、あとはお惣菜とかめっちゃ売ってたイメージ。あといちご、いちごなんか果物とか売ってたし、なんかライチがさ、すごいトゲトゲしたあの ASMR でよく見るようなライチ売ってあったりとかして、めっちゃ買いたかったけど我慢した。あとね、全てが大きいです、屋台のものが。そう、レバーとか、そう、魚もすごい魚いたし、そう、日本では見たことないような魚もなんか大きい魚いたし、そう。あとスイカとか売ってた、行った時。ねえ、でもなんか、まあ人によると思うな、屋台系は。私は全然平気だった。楽しかったです、逆に。あとマンゴーと、もち米、にミルクかけて食べるやつ。そう、ミルクっていうかココナッツ、何、ミルク、ココナッツミルクかけて食べるやつ。そう、あれ最初はやっぱ抵抗あったんですよ、みたいな。結構ね、有名らしいよ、タイでは。そう、デザートというかご飯というか、そう、最初やっぱすごい抵抗があったんですけど、やっぱ食べてみたら普通に美味しいんだよね。そう、もち米だから、なんかマンゴー大福みたいな感覚よ、本当に。もち米だってついたらお餅になるじゃん。そう、癖になる感じです、だから。あ、そうそう、日本でもおはぎとかあるしね。あと、そう、材料的にはほんと大福的な感じよ、もう お餅あって中に入れ、大体入っ、いや、日本だったら大体中に入ってるマンゴーがね、乗せてあるんだけど。そう、材料的にはそう。そうだね、そう。そう、甘いご飯が意外と私はハマりました。あとタイ米が結構個人的に好きですね。で、個人的に好きだなって思ったのがパッタイ。そう、パッタイすごい美味しかった。なんかね、麺がね、日本にない麺なんだよね。うどんっぽいんだけど、なんかきしめんっぽくもありみたいな、そういう麺が入っててね。そうで、野菜もたくさん入ってるから美味しいの。パッタイめっちゃ美味しい、おすすめ。フォーじゃないんですよ。そう、フォーじゃなくてパッタイっていう、フォーはさ、ラーメンみたいな感じじゃん、ヌードルというか。パッタイはね、炒め物、ビーフンみたいな感じです。食べ物を食べ物に例えるのはダメか。そうで、まあビーフンみたいな感じで、いろいろ材料入れて、麺入れて炒めた感じのやつなんで、そう、美味しい、すごい。あ、そう、そうだ、もっと分かりやすいやつあったね、焼きそば的な感じです。美味しい。
そうだね、辛くないよ全然。全然辛くなかった。すごい多分日本人の口に合うやつだと思う。一番なんか合うなって思った、うん、日本にだってありそうだもん。意外とありそうだけどないんだよね。まあ、焼きそばがあるからなのかな。うん、あ、パクチー私苦手なんで、あ、カオマンガイ大好き。でもカオマンガイまだ私タイで食べたことない。そう、私パクチー苦手で。そうだからね、フォーの時にフォー食べるってなってパクチー抜いてくださいって言ったのに、パクチーが地味に残ってた時すごいショックやった。あ、でもその時は全然食べれた。そう、物は考えようだね。宮古島でも思ったんだけどさ、私ジャスミン茶苦手なの。あのすごい癖があるのが苦手で。でもサンピン茶、私ジャスミン茶ってこと知らなくて、サンピン茶は好きだったから、サンピン茶くださいって言って飲んでたんだけど、ジャスミン茶なんだよねあれ。物は考えようだなって思った。うん、フォーはね、なんかあのアジアフェスティバルのなんかみんなでご飯食べよう的な感じの会の時にフォーがあったんですよ。そう、全然なんかジャスミン茶多分私飲んで嫌いになったんじゃなくて、な、飲まずに嫌いって言ってた人なんだよね。そうだからまず味知らないから、どんな味か知らずに飲ん、サンピン茶飲んでたんだから。でサンピン茶はあ、これいけるわってなってたから。そう、そう飲まず嫌いです、それこそ。そう、食わず嫌いはないんだけどね、飲まず嫌いはあった。だジャスミン茶飲まないんでうち本当に。他の家庭をもっと飲む機会があったのかな。うちさずっとさ麦茶とか、麦茶、緑茶、玄米茶とか、あとドクダミ茶とかぐらいだから、ジャスミン茶ほんと出てきたことなくて、全然あの飲む機会がなかったからね、抵抗があったんだと思う。そう、昆布茶とか、あのジャスミン茶以外は出てきてたんだけどね、そうジャスミン茶だけ飲んだことなくて。やっぱさ、ドクダミ茶っておばあちゃん家でよく出てくるもんなのかな。私もドクダミ茶ね、おばあちゃん家でよく出てきてて、だからひーばあちゃん家でよく出てきてて、で、好きだった。で、それで作る、いや、あれは麦茶か、麦茶で作る茶がゆ、おばあちゃんなんでなんだろうな、一時期すごいずっと茶がゆ作ってて、私行くたびに茶がゆ腹お腹いっぱい食べて帰ってたんだよね。会いに行くたびに茶がゆ食べるって言われて、毎回毎回茶がゆめっちゃ食べてた。でもおばあちゃんの茶がゆは美味しかったな。皆さん茶がゆ知ってる？絶対知らない人いると思うんだよね。私だって知らなかったもん、おばあちゃんに言われるまで。茶がゆってやつ、お茶で炊いたおかゆなんだけど、そう癖があるんですよね、ちょっと。そう、お茶漬けじゃ、お茶漬けはさ、ご飯になんかかけるじゃん、具材入れてお茶かけるじゃん。でも茶がゆっていうのは、あのおかゆ水で炊くじゃん、あれをお茶で炊くんですよ、うん、で他になんかさつまいも入れたりとかね、なんかそういう感じでちょっと入れて炊いたもので。てかもう28分だ、めっちゃ喋ってんじゃん。はい、じゃあ
でも私給食で出てきたよ。そう、給食のはちょっと苦手だったけど、おばあちゃんのは好きだったな。はい、ではランキング発表いきたいと思う。ちょっと今日めっちゃギリギリ前喋っちゃったから、登壇してる方だけ読ませていただきます。13位からいきます。ジアリングアットマークグッドパフォーマンスバイミュー劇場でありがとうございます。13位おめでとうございます。ありがとう。そして12位が上を向いて福まろ、2019年1月28日ツイッターにジェニスちゃん、ありがとうございます。チェックしてくれてありがとうございます。12位おめでとうございます。そして11位がココンにしびるべき会をかむさんだ、ありがとうございます。そして10位がゼロアットマークお疲れ様、前代未聞のアクセルソロすごいってありがとう。10位おめでとうございます。そして9位科学先生アットマークミューディーさん、9位おめでとうございます、ありがとう。そしてで8位がリムアットマークお疲れ様、そして今見る目がすごく綺麗だねって、ありがとう、嬉しい8位おめでとうございます、ありがとう。そして7位がさとちゃんアットマーク今更ながら、初視聴劇場版鬼滅の刃鬼滅の刃無限列車編、意外ですね意外ですね、早く見てそうなのに。7位おめでとうございます。涙もんだよね、これは。はい、そして6位がチェンジで、今日アクセル、表情、ダンス、特に歌、満点、大満足ってありがとうございます。6位おめでとうございます。ありがとう。そして5位がナベパパさん、5位おめでとうございます。ありがとう。公演ぶりだ、公演ぶり。はい、そして4位がゆいやっとマーク、超絶多忙な、今週ミューに癒され疲れが飛んだってよかったです、ゆっくり休んでくださいな、ゆうおめでとうございます、ありがとう。そして3位がしまやん、今日の公演レッスンありがとうって、うん、そうちゃんとね、あの名前のバッジまでもね持ってきてくれててね、名前わかるから大丈夫よ。3位おめでとうございます、ありがとう。はい、そして2位がヌーコッパットマーク、明日が期待される今日のアクセル最高でありがとう、また今度の公演もねちゃんとねパフォーマンスできるように頑張ります、2位おめでとうございます。そして1位がケンちゃんとマーク、ミュウちゃんキャッチフレーズどんなんだっけやってって、いきます、山口県から来ました、せーの、下を見ず上を向いてマイペースに頑張ります、下をミュウです、よろしくお願いします、はいですはい、でちょっと今日は登壇してる方だけ読ませていただきました、ありがとうございます。登壇してない方も見てくださってる皆さん本当にありがとうございます。じゃあスクショタイムいきますね、はい、チーズ、うん、ありがとうございます。ハンポーズキュンです、一ポーズ目何しよう2ポーズ目、ポーズしてないけど3ポーズ目、2ポーズ、3ポーズ目だ、3ポーズ目、すごい白飛びしてるよね。はい、以上ありがとうございました。明日の配信時間はルル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 、22時30分にしようかな、はい、そうしたいと思います。はい、ネイルンパン
夜30分ぶとパンサーよ眠気がコーパジュセヨチャビトトルミニダトモローショールームアーツ 10pm あ 10.13pm モチプレイジよろしくお願いします。そして明日やっとM ネット版エムタメ版さんという番組、私のレギュラー番組の初回が放送です。皆さんぜひリアタイで見てくださったら嬉しいです。20時30分からです。一応ねゴールデンタイムなのでそう嬉しいことに、はい、ぜひ皆さんご覧ください。私はちょっとリアタイでは見れないんですけど、そうみんなが見てくれて感想を聞けたら嬉しいな。うんね、M ネットスマートさんに加入していただいたら見れます。はい、あとまず M ネットジャパンさんのチャンネル登録とかしてるか、チャンネル登録は YouTube だね、あのテレビのケーブル多分つないでたら、そうテレビでも見れると思うんですけど、携帯でも M ネットスマートっていうやつで見れるので、はい私そのなんだダウンロードというか加入方法についての解説の動画にもちょっと登場したりしてるので、あの調べていただけたら出てくると思うんで、ぜひ見てみてください。 YouTube でその加入方法は話してるので、そう前動画出てたよね、そうそれにもちょっと参加させていただいてるので、ぜひ見てみてください。はい、私が解説してるよ。2人1役してます。私が2人分ちょっとやってるんで、うん、そうぜひご覧くださいな。1人2役してるんで、あくびが止まらん。じゃあ皆さん今日は本当に見てくださってありがとうございました。おやすみなさい。チェーゼオーラータリサオトカーワンワン、おやすみなさい。また明日だね。あ待って待って待って、明日さ夜やらなくてもいいじゃん、昼にやろうかな。いやいや、でもちょっと明日はちょっと好きなことします。はい、 YouTube やっぱ夜にあります、皆さんも見やすいだろうし。はい、ではおやすみなさい。だね、また明日。おやすみ。